どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、この2枚のプリペイドカードですね、まずこの手数料がほぼかからないということで、私も結構お勧めさせている、レボリュートカード、あとね、私は ANA との提携のやつですけども、ソニーバンクウォレットのカードありますよね。この2枚の、プリペイドカードはですね、現地でね、通貨がお得にね、引き出せるっていうのが結構有名なんですよね。で、今回の動画では2022年7月にはなるんですけども、現地でね、同額の金額を ATM でね、引き出してまいりましたので、実際にね、どういった感じの手数料かかってきて、どちらがね、手数料安いのかっていうのをですね、検証ね、していきたいなと思います。それではですね、これからね、海外に行かれる方ね、結構多いかななんていうふうに思いまして、またね、できるだけね、お得にね、利用されたいっていう方もね、結構多いと思いますし、今ね、何より少しね、円安収まってきてるまでいかないですけども、ちょっとね、円高になりつつある傾向はありますけども、まだね、140円台とか139円とかね、結構ね、円安が続いておりますので、まあ、お得にね、利用されたい方もね、多いかな、なんていうふうに思うんですけども、この2枚のね、プリペイドに関しては、現地でね、お金を下ろすことができます。で、現地の ATM の操作方法なんですけども、一応ね、動画撮ってきましたので、まあ、わからない方もね、中にはいらっしゃるかな、なんていうふうに思いますので、そちらの映像をね、まずね、見ていただければな、と思います。今回ですね、ホテルの ATM で、このソニーバンクウォレットとレボリュートね、両方とも20ドルね、下ろしてみました。ということで、実際の映像をですね、ご覧いただければな、と思います。まずレボリュートからです。ちょっと他の ATM も試したんですけど、多分ね、3ドルぐらいの手数料が取られると思います。今回はまあ試しなんで20ドルずつ下ろしてみますね。やっぱりこう出ますね、2.99 ドル、これが手数料っていう感じですね。どうやらね、逃げられなさそうもないですね。銀行とかのやつもやってみたんですけど、ダメでしたね。お、いけましたね。はい、20ドル引き出せました。じゃあ次はソニーバンクウォレット行ってみましょう。ちゃんとレシートも出てきますね。おそらくレボリュートで3ドル、どこでやっても出たんで、多分こっちでも3ドル出ると思います。やっぱり3ドルこっちもかかりますね。あー、そうですね、20ドルの22ドルで、あ、ここにちゃんとあれが出てくれるんですね。私はドルでね、もう入れてありますんで、こっちにしましょう。はい、引き出すことができました。実際の利用方法としてはね、こういった形になります。あ、レシート取り忘れてましたね。はい、ということで本編の方にね、戻ってください。ということで、ご覧ね、いただけたかと思うんですけども、ニューヨークのですね、ホテルの ATM で今回ね、20ドル分下ろしてみました。で、これね、いろんな動画内でも言ってる通り、いろんなところでね、ちょっと試してみたんですけども、この ATM のね、手数料っていうのが 2.99 ドル。これアメリカ、ニューヨーク限定になるかもしれないですけども、どこのね、ATM でやったとしても、この 2.99 ドルっていうのは、絶対ね、手数料としてね、かかるみたいですね。ですので、2.99 ドル、まあ20ドル引き出したんですけども、2.99 ドルはですね、確実にね、かかってくるっていった形になるんですよね。まあ大丈夫だと思うんですけども、海外って本当にいろんなところにね、 ATM があるんですよね。本当に路上にポツンとね、 ATM があって、壁にくっついてるようなね、まあ、そういった ATM もね、たくさんありますけども、まあ基本的にはですね、空港であったり、ホテルとか、まあ銀行ですね、とかのね、ちゃんとしたね、防犯環境が整ってるところでね、ぜひね、現金を下ろしていただきたいなと思うんですけども、まあ私はね、これ AC by マリオット、ダウンタウンのね、ホテルの、ATM でね、引き出しさせていただいているわけなんですけども、引き出し金額とは別に 2.99
99ドルのね、お金がかかったっていった形になるんですよね。で、実際にね、20ドル引き出して2.99ドルの手数料の表示があって、実際にね、私の取引利益に ね、乗った金額がこちらになるんですよね。外貨普通預金取引履歴ということで、アメリカ、米ドルの出金でですね、請求金額は 23.34 ドルっていう風に表示がされたんですよね。で、私が下ろしたのが20ドル。で、ATM で表示された手数料が 2.99 ドルということで、本来であれば 22.99 ドルで引き出せる。まあこれだと、まあ手数料が別途ね、かかってない状態になってるわけなんですけども、表示されている金額は 23.34 ドルということで、だいたいね、35セントぐらいのですね、手数料がかかっているっていう感じになりますよね。これは別にね、間違ってる金額ではなくて、これね、ソニーバンクウォレットはこういう仕様になっておりまして、こちらね、ソニーバンクウォレットの、ソニー銀行か、ソニー銀行ですね、はい、の公式サイトなんですけども、海外の ATM 通貨、現地通貨を引き出す場合ということで、こちらですね、現地の ATM の手数料ありますよね。まあこれがね、記載あると思うんですけども、これとは別にですね、事務手数料として 1.79% の手数料がね、かかる仕様になってるんですよね。ですので、35セントぐらいのですね、手数料が上乗せされているっていう風になるんですよね。ですので、私は20ドル下ろしましたので、1.79% ね、かけていただくと、だいたいね、35セントぐらいになるんですけども、これはですね、1.79% 毎回ね、かかるっていう風になりまして、しかもこれはね、引き出した金額にこの 1.79% がかけられて、手数料として乗ってくるっていう風になりますんで、ソニーバンクウォレットの場合はですね、基本的に高額になれば高額になるほど、この上乗せされるね、手数料が増えていくって言った形になるんですよね。100ドル引き出して、だいたい1ドルちょっとぐらいですよね。5倍になりますんで、そうですね、1.5 ドルぐらいの手数料がね、かかってくるっていう風になりますんで、まあ、ソニーバンクウォレットね、利用されたいなって思ってる方は、一応ね、海外の設置の ATM の手数料とは別に、事務手数料として 1.79% のね、こちら都度でね、かかってきますので、この点をね、ご注意いただければなと思います。それでは次にね、こちらのレボリュートですね。外貨決済手数料がほぼかからないとね、言われている、このレボリュートなんですけども、こちらでね、引き出すとどんな感じになるかというと、こちらね、私の ATM の、詳細なんですけども、こちらね、赤字になっている部分が請求金額っていう風になっておりまして、20ドルね引き出させていただいて、請求金額は 22.99 ドルということで、先ほどね、こちらの映像であったと思うんですけども、 ATM の手数料が 2.99 ドルっていう風になりますんで、このねレボリュートで引き出した場合はですね、現地の ATM 手数料はね必要にはなるわけなんですけども、それ以外の手数料はですね一切ねかからないっていう風になるんですよね。ですので、ソニーバンクウォレットとレボリュートね、どちらで利用した方がお得になるかというと、レボリュートの方はですね、お得になるっていった形になるんですよね。ですので、これからね、もし海外に行って、現地ね、通貨引き出したいっていう方はですね、基本的にはレボリュートの方がね、おすすめっていった形になります。でですね、注意していただきたいのは、このレボリュートっていうのは、こちらね、年会費無料会員のレボリュートカードなんですよね。まあ、発行手数料もかかんないですし、年会費もね、かからないプリペイドカードっていう風になるわけなんですけども、会員別にね、分かれておりまして、この無料会員などですね、月2万5000円までしかお金を引き出すことがね、現地でもできないんですよね。ですので、2万5000円以上ね、超えてしまうとですね、別途ね、手数料がかかってきてしまうっていう風になりますんで、無料で引き出せるのは、一月2万5000円までっていう風になりますんで、この点はね、ご注意いただきたいなと思います。まあ、一人だったらね、2万5000円まで引き出せたら、まあ、アメリカとかね、ハワイとかまあ、全然いけると思うんですけども、これがね、ご家族とかになってくると、ちょっとね、現金で食事しようってなった時にですね、もしかしたら2万5000円超えてしまうこともね、今だったらあるかもしれませんので、この点はね、注意していただきたいなと思います。またですね、レボリュート持ってる方はね、知ってると思うんですけども、このレボリュートっていうのは、クレジットカードでもチャージすることができるんですよね。またね、使用上、クレジットカードでチャージしたお金も、引き出して使うことがね、できてしまうんですよね。
これね、一応できてしまうんですけども、まあ皆さんね、持っている方は警告的なメールがね、来ていると思うんですよね。こういった利用方法はしないでくださいみたいな。まあ来てると思うんですけども、まあこういった感じで、クレジットカードでね、チャージしたお金に関しては、引き出しするのはですね、レボリュートの規約にね、違反するっていう風になりますんで、おそらくね、これ繰り返していると赤番になると思いますので、現地で通貨を引き出したい場合はですね、このレボリュートカードにですね、銀行からね、入金するようにね、していただければなと思います。ちょっとね、ここが手間だったり、土日とかね、含むと、私ね、前回のニューヨークの時に、まあお金ね、入金してこちら、両替して、アプリ内で両替して、利用させていただいたんですけども、入金、振り込みしてからね、入金が反映されるまで、平日だとね、非常に早いみたいなんですけども、私はね、土日かなんか挟んでやったんですよね、確か。まあ、そんな記憶があって、非常に時間かかったんですよ。4日ぐらいかかったんですよね。ですので、この点もね、ご注意いただきたいなと思います。まあ、いずれにしてもですね、ちょっと手間な部分はありますけども、比べてしまうと、レボリュートの方がね、お得に利用ができるって言った形になります。ということで今回ですね、こちらの2枚のカードですね、ソニーバンクウォレットとレボリュートですね、手数料の比較をね、させていただいたわけなんですけども、やはりね、レボリュートは手数料がね、かからないっていう触れ込みだけあってですね、海外でね、現金を下ろした際も特にね、ATM の手数料はまあどのカードでもかかるんですけども、それ以外ね、一切かからないっていう風になりますんで、非常に利用しやすいですね。私はね、2022年にね、世界一周行きましたけども、まあその時もね、ほぼこの2つのカードをね、使って、利用させていただいたっていう風になりまして、両方ともですね、タッチ決済がね、対応しておりますので、まあ向こうの国でタッチ決済が利用できればね、本当に触れるだけでね、決済完了して利用することができるので、非常に便利にね、利用させていただきました。まあ、レボリュートの方はですね、先ほど言った通り2万5千までしかね、利用することが一月ね、できませんので、まあこの点はね、注意していただきたいなと思うんですけども、まあ私はね、2万5千も多分引き出してないので、まあ全然大丈夫だったんですけども、まあご家族とかでね、利用される方はですね、この点はね、注意していただければなと思います。またね、このソニーバンクウォレットの方はですね、こちらね、ANA とのね、提携カードもね、出ておりますので、この提携カードでね、もう完全に余談になりますけども、まあ、ソニーのね、公式サイトとかで利用するとですね、さらに 3% オフとかにもね、なりますんで、私はこれでね、ソニーのカメラとかを結構買って、利用させていただいてるんですけども、一緒にね、マイルも貯まりますので、ソニーね、結構利用される機会が多い方はですね、このカードね、結構おすすめっていた形になります。ということで今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。